アラニヤーノ氏は、ハンガリー王国、ナジサロンタ出身の詩人、作家、翻訳家。代表作は1846年から1879年にかけて表された14世紀の騎士を主人公とした全三部作からなる、長編女子詩、トルディ三部作がある。また、イギリスの劇作家、詩人であるウィリアム・シェイクスピアの、ハムレットなどを訳し、多くのバラットを作った。 ヤーノシュの妻、ジュリアナ・ヤーノシュの増1817年3月2日に、ハンガリー王国ビハール県ナジサロンタにて没落した、貴族の家庭に住人兄弟の末っ子として生まれる。幼い頃より、父から交渉文芸を聞いて育った。1833年、デブレツェン大学に入学してドイツ語とフランス語を学び、ブタペストで教師やジャーナリストとして働いた。 1840年、ジュリアナと結婚する。1846年から1879年にかけて、ヤーノ種の主張、トルディ三部作を表す。なお、同年の1846年頃には、キシファルディ教会の検証募集に、ヤーノ種の著作である、アズ・エルビセット・アルコット・マニーが入賞された。1848年に、トルディの夜を表す。 1857年、バラットのウェールズの銀融詩人を表す。1858年にハンガリー科学アカデミーのメンバーとなり、1865年にハンガリー科学アカデミーの事務局長を務めた。1863年、粉俗の伝説に基づいたブダの詩を表す。1877年、秋の花を表す。1879年は、 トルディの恋を表した。1882年10月22日にブダペストで亡くなる。サロンタは現在のルーマニアである。三部作とはトルディ、トルディの夜、トルディの愛を指す。いずれも放題は岩崎悦子によるものとする。サロンタのハンガリー名。万有大百科事典 1973p19 19岩崎悦子。アラニュ。 日本大百科前書。2019年6月2日閲覧。ABC アラニュトワヒクコトバンク。2013年2月6日閲覧。なお、1846年に表した時のタイトルはトルディである。ありがとうございます。